ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、カーシー博士の人間×人間、セルフヘルプ術より、INFP 型、これ隊長の内向、直感、感情、認知の方ですね、気高い理想主義者とあります、なんか出てますね、なんかね思いやりの深い理想家、タイプ9ですもんねあ、エニアグラムで言うと、よろしければ見ていただければと思います、INFP 型は、いつも優しく、穏やかで、また無口で内気だと思われている、人に対しては冷静で控えめに振る舞うが、実はよそよそしさとは全く正反対のタイプであると、思いやりが深いことが INFP 型の特徴であり、特別な意味を持つ相手や目標のためには情熱的に心を込めて世話をする、一言で表すとすると、理想主義者である時にはこの特徴のせいで孤立して見えることもあるが、それは INFP 型は総人口の 1% に過ぎないからであると。羨ましいこのなんて言うんだろう、たくさん一番日本人で一番多いですって 13% でしたっけ言われるよりも、それはそっちの方がいいなって、何もしなくてもとんがってるじゃん、なんかとんがりを求めるものとして、でも求めてないからそこにいるんじゃないですかねって思うんですよね。まあ、ないものねだりですかね、これは、なるほど、別にこの読まれてふーんって感じですか。でもそんな感じ、そんな、まあそうです、要は、その何て言うんでしょう、よそよそしさとは全く正反対、っていうのは、ああそうだねって思います、そのエニアグラムでいうところ の, その内向型、あの有利タイプ、人から離れるタイプでも、この4と5と9、4と5は本当に人から離れた、離れてドローンで上から見てるみたいな人たちだけれども、このタイプ9っていうのは、この有利タイプなんですけども、窓の中にはいる、窓の中にいる、ニコニコしている感じ、気づくといるみたいな、そんな感じ、で、気高い殉教者、INFP 型は精神的な価値観が高く、道義心や名誉心を持っている、物語上の王子様かお姫様、国王の護衛官、信仰の擁護者、城の擁護者というタイプである、アーサー王の円卓の騎士の中でも最も気高いガラハット教や、フランスの英雄的殉教者、ジャンヌ・ダルクはまさに INFP 型の原型であると、このタイプを理解するためにはまず彼らの目標を理解しなければならない、というのもこのタイプは信じる人や事柄のためには自らを進んで犠牲にするからである、っていうこのガラハット教とかはちょっとわからないんですけども、ジャンヌ・ダルク、要はその人の先頭に立って戦うみたいなのはどうですか。あるといえばある。なるほど。気高いとか言われるとよく意味わかんないけど、そんなに気高いなんてことは思ってないけど、こう精神的なところを重視してる。なんかその、僕の場合だと、その例えば上の人が行ったからとかで簡単にポキってできるんですね、で、まあ、上の人が言ったことには従うけど、それはなぜなのかみたいな、どうしてなのかみたいな、でもそのなぜなのかを、僕の場合、なぜなのかはもう考えるなと、信じればいいんだって言われると、なんとなくまあ一家楽になるになる気はちょっとわかるんですけど、その辺はなんか僕喋っていて折れる気はしないんですね。もう毎回はやめてくださいと。表面上折ることは、あ、そう、毎回表面上折ることはあります。それはもうなんて言うんでしょう、人間社会の、人間社会ですよね、生きてて、まあ、言ってもしょうがないから折るけど、心の中では折れてないみたいな。そうで、僕は、そこすら簡単にポキって、簡単なんだろうな、こっちを信じる、違うところを信じるのは、まあ、できるんだろうなとは思うんです、でもなんか この人は、そこができない、コントロールはしづらいかもしれない、まあいいじゃん、が効かない感じはします、まあ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 
ね、ね、隊長っていうのが、まあ、聞きますよ、表面上は。表面上はね、うん、だけどそうは心の中はそう思ってない、思ってないのはよくあるっていうのが、うん、いや表面上聞いてますよって言うじゃないですか、うん、でも555は感じるんですよ555555っていうのはみたいなのは出るかもしれない、空気は出てるんです僕はもう全然出ないですわ、うん、これは分かります、気高いっていうのは分かる、うん、で純粋性への憧れ、うん、INFP 型は心と肉体の調和や感情と理性の調和など、うん、人生に一貫性を求める、うん、どこか常に、悲しみを引きずっているようなところもあるが、うん、他人がこの心のひだに気づくことは滅多にない、うん、またこのタイプは建設的で立派な目標へ向けて誓いを立てているので、うん、否定的なものや邪悪なことに魅力を感じていないように、うん、常に自らを戒めている、したがって調和と純粋性に憧れる一方で、世間の汚れたものや俗っぽいものにも気を取られるという矛盾の中に生きざるを得ない。自分がもし不道徳な誘惑に駆られたと思った時は、罪の贖いのために自己を犠牲にするような活動に打ち込む。しかしこの贖罪行為はあくまで自分の心の中のことであって公にすることはないのだがと。この贖罪行為っていうのは、神の子キリストが十字架にかかって犠牲の死を遂げることによって人の罪を償い救いをもたらしたという贖罪、要は自分を犠牲にしてっていう精神があるけど、それは表には出てない、出てない、心のひだには人は気づいていないっていう感覚はありますか。あんまり、でもこうそのなんか理想と、なんか人間ってなんだろうな、まあ、普段考えないですけどね、っていうことは思ったりします。なんかこうエニアグラムってそもそも何なんだろうなみたいなとか、あよくツイートとかでも、うん、もうそんなの関係ないとかっておっしゃるじゃないですか、うんうん、その タイプ分けとか関係ないみたいな、うん、なのでエニアグラムでいくと、そもそもタイプを分けすること自体が目的ではなくて、とらわれを手放していきましょうみたいなのが目的なわけです、はいはい、エニアグラムでいくと、はい、でそうすると、だけどこう世の中、はい、自分は何のタイプだ、あの人は何のタイプだっていうところばっかりこう見てる、はい、でまあ、こういうのもそうですよね、多分こういうの、はい、でそれが違ったりすると そうじゃないみたいなところばっかりこうやってる感じがして、はいはい、そこよりも他の動画で挙げた4の人が中二病でみたいな、はいはいはい、4にばっかりフォーカスするよりも中二病って悩んでるんだよねって、あそうこれそう僕は結構言葉尻を捉えてそこってなるんですけど、うん、そういう見方をするんですよね。そういう見方をするところはあるかなって、僕もそのタイプなんで、うん、こういうタイプ分けとか関係ないよって思うのは、うん、分からなくなったからもういいよはいはい、っていう感じなんですけど、うん、ちょっとそことは違 そういいよっていうのは なんでいいのかみたいなことをまた考え出す、はいはい、っていうところがめんどくさくなるめんどくさくなるんですよね。そこが好きなんですよね、多分、はい、考える、そういうのを考えるのが、はい、どうでしょうかと、はいはい、で、印象主義的な考え方、うんうん、INFP 型は純粋に論理的というよりも、うん、自分の価値判断を優先するタイプである、うん、例えば美醜、善悪、論理観などの基準を用いて流動的、包括的、広範囲な方法から判断を下そうとする。また象徴を理解する能力や作り出す能力に恵まれているので、助手詞のスタイルで文章を書くことが多い。あ、僕隊長の文章読んだことないな。あ、あるや。でもそんな長いのは読んだことないな。ツイッターぐらいですかね。140 自由に論理を駆使する傾向があるが、うん、それは NT 型、うん、直感と思考とは違って、うん、論理とは、選択が可能なものだと考えているからかもしれない、うん、また特定の領域によく通じているかのように見えて実際にはそうではないことがある、うん、大雑把で印象主義的に現実を認識するので、うん、詳細な情報を十分習得していないことに本人が気づかないのだと、まあ、そこが必要ないと思ってるかもしれないですよね、ごめんなさい。でこのタイプは特定の条件内でものを考えることがあまり得意ではなく、そうですね、僕それを言いたい物事を現実か空想かのどちらかでしか考えないので、仮説を構築する作業を面倒に
感じる、うん、それが必要ないと思ってる節があるみたいな、うん、ごめんなさい、ここは言いたい僕も例えば要は、うん、特定の条件内でものを考えようと、うん、こっちはしてるのに、うん、その条件っているんですかみたいな、うんうんうん、これを取っ払ってくるんですよねお前待てと条件すら取っ払う、その条件って何ですかみたいな話をされると、うん、そもそもそこのっていうそう待てって、うんうん、アドラーの話をしているのに、うんうん、アドラーを超えようとしてくると待てと、うんうん、僕は今このアドラーの解釈の話をしようとしていると、うんうん、これを超えてくるな、うん、みたいなのはよくある、うんうん、そこが面白いですよねそこが面白いと思えるかどうかですかね、はい、多分見てる人はそのやり取りが面白い ありがとうございます、はい、なんでその情報とかもその全部理解しなきゃいけないのかっていうところは思ってる節はある僕も、僕はなんかその例えばエニアグラムのやつをやりましょうってなるとエニアグラムのことを知ってないといけないって思うんですけど、え、そうなんですか、僕は僕の感じたことを喋りたい、あら、ここですよ、僕が思ったこと思ってること、うん、っていうのが僕は、うん、いやいやだってエニアグラムを全部知らないと、うん、なんか教えなきゃいけないんでしょ、うん、っていう感じになってくるんですよね、このあの例えばエニアグラムに行くと、はい、納得できない部分とかもあったりする、エニアグラム自体に、エニアグラムのこの書いてあることに、エニアグラム全体がではないんですけど、はい、ここの部分ここの部分はちょっとなんか違和感あるなみたいなのがこうちょいちょいあったりすると、これです。そこを自分の解釈にしなきゃいけない。これ僕は書いてあるんだからそうだ。うん、それを自分の解釈にする。伝統だって。これねやっぱ違いがありますね、うん、はい。で学級生活に興味。うん、職場では順応性があって新しいアイデアや情報を歓迎して、うん、周りの人の気持ちを尊重し。ある程度の心理的な距離は置くとしても、うん、ほとんどの人と良い人間関係が結べる、うん、仕事中電話や邪魔が入るのを嫌い、うん、一人で仕事をすると能率が上がる、うん、しかしそうかといって他人と一緒に仕事をするのも苦手ではない、うん、これはあのエニアグラムでいうとタイプ9っぽい、わかります、そうですね、そうです、電話は音にならないんですよ、なってもわからないなるほどでなるほど、うん、で込み入った状況に辛抱強い反面、うん、単純作業の繰り返しには耐えられない、うん、たまに事実を勘違いすることはあるが、うん、価値観を見失うことはほとんどない、うん、価値観、うん、価値観、考えていたい、そう、自分の価値観、崇高な考え、うん、それを自分で崇高だとは思ってないですよね、気づいていない、はい、でこのタイプは宗教関係、うん、大学教育、うん、精神医学、うん、建築心理学といった方向に進むことが多く、ビジネスとはあまり縁がない、うん、専門職のために必要な訓練を積むのを厭わずアカデミックな態度で臨むので、うん、高校時代よりも大学に入ってからの方が能力を発揮する、この辺も高校はもうヤンキー高校、ヤンキー高校で、こう大学行って勉強面白いじゃん、そうで、そこをこう追求じゃないけど、まあ、勉強して、はい、結構いい、だから根性焼きがあるんですよどうでもいいですねこれね、はいはい、で学級活動に天性の興味を示し他の NF 直感感情型と同様に言語能力に優れている、世の中へ出て人を助けたいという使命を自覚することがある、今は仕事をしている、でそのために進んで必要な自己犠牲を払うが、時には他人にも同じことをするように誘うこともある、INFP 型は自分の性格を抑制することができ、独特の人間描写ができるので、小説家や性格俳優で成功することも多い。うん、なんか本書いたらどうですか？本ね、でも苦手だなって気はする。ああ、なるほど。あの長い時間書くのが。ああ、それが単純作業なんですね。そう。なるほど。で、パートナーとしては献身的で心配性。うん、結婚相手としては献身を誓いそれを貫くタイプであると、うん、いつまでも仲良く暮らすことを望む、うん、人の気持ちに敏感で自分の愛する人を喜ばせることが好きである、うん、だがロマンティックで理想的な結婚生活と日常的な現実をうまく合わせることが難しいと感じている、うん、時には幸せが最高潮になるのをかえって恐れてしまう、うん、
今の幸せのために後で代償を払わなければなくなるかもしれないと心配なのだ、うんうん、もしあまりの成功や美しさ、健康、富、知識などを手にしてしまったら悪魔がその代金を回収しに来るに違いないと考えてしまい、くつろいで結婚生活の幸福感に身を任せることがなかなかできない。また直接愛情を表現するよりも遠回しに愛情や関心を伝えるタイプであると、まあ、なんかちょっとタイプ6だったりタイプ4っぽいエニアグラムでいうと、なんか楽観だとそんなのなかなか、そんなに、でも富を得たとか成功した時って不安はなかなか来ないですか？不安、なんかあ、うん、これこのままうまくいくかなとか、うん、そんなに分かんないですよね。安心できるほどの富が入ったら多分時安心できないぐらいの富だったら、まあ、不安はありますよね。あ、よかった、ちょっとした、うん、それはちょっと一緒なんだと思って、うん、だって本当の安心できるレベルの富が入った時どうなるかですね。そう、100億入った。あ、うん、それでも不安なのかとかなると、そんな経験したことないから分かんないけど、僕だとなんか盗まれるんじゃないかとか、うん、騙されるんじゃないかとか、これをどう子供に残そうとか、うんうん、出てくると思います、うん、はい、で忠実に家を守る、うん、INFP 型にとって家庭は自分の城である、うん、親として家と家族を守り抜き、家族の幸せのためにひたすら献身的になる、うん、夫婦の片割れとしても献身、共感、順応性の能力に優れていて、一緒に住むのは楽である、うん、ただし快楽は痛みを持って支払わなければならないという信念のために、家族に居心地の悪い思いをさせることもある、うん、どんな時でも何かを警戒している緊張感が周りに伝わってしまうのだ、うん、毎日の暮らしの習慣には素直に従い、自分の領域が侵されない限りは人に決めてもらう方が好き、うん、INFP 型との生活は波風立たずに長続きするが、一度このタイプの理想が危機に瀕するとあくまで抵抗し強い自己主張をするだろう、うん、なんとなくそれは分かります。ご家庭ではどんな感じなんですか？どんな感じって聞かれると、人は分かんないですよね、人がどう思ってるかは、うん、ご自身は快適な環境を作られた、快適なって言ってもそんなにあれですからね、家にいない、ずっとここにいる感じは、あ、ここは快適だと、ここは快適だと、自分の城だと、うん、なるほど。なんか逆にここを脅かされると抵抗するかもしれない。ああ、なるほど、うん、そうですよね、うん、例えばすごいさっきの100億入ったからみたいな、はい、もう会社なんかやらなくてもいいでしょ、家においでみたいなこと言われたら、はい、いや、ここは俺の城なんだ、あ逆にね、逆にこっちがあって、こっちがなるほど、でお金で、うん、その、うん、いいじゃんができない感じは、うん、気がしてます、うん、はい、っていう 1% の、はい、僕からすると羨ましいタイプ、うん、はい、まあ、僕はそんな変わってるとは思ってないですけどね、ちこういうのがもうまた腹が立つ感じですね。みんなそうなん、あ、なんかそういうことをずっと考えてるんですよ。ああ、なるほど、うん、人間なんてみんな結局一緒じゃないのかみたいな、あ、僕人間なんてとかは、あ、そんな感じをいつも多分、そうですね、うん、はい、人間なんてなんて考えたことない、人間なんてとかよく思いますよ、結局人も動物だからそんなこと言ってもみたいな、性欲には負けるんだよってそこは、うん、本能には負ける、うん、負ける負ける、そこは一緒だけど、うん、そこを考えたりはしてないです、はい、でなんか世の中の問題ってこう結構人間を理想化してる部分があるじゃないですか、はいはいはい、ちょっと頂点に立った生物みたいな、そんなこと考えて、なるほど、聞きたい、はい、考えないですか？でだけど人間なんて所詮低俗な生き物と、まあ、他の生物と一緒だみたいなことを思ってたりします、うん、っていうのが、うん、INFP だとかもしれない、まあ、僕が思ってるだけで他の人はどうか分かんないですよ、言われると、うん、そうですねって思うし、うん、僕の場合だと、あ、それ岡田斗司夫さんも同じようなこと言ってたとか、そういうなんて言うんだろう、なんかあくまでその、うん、あ、そうしなければならないって偉い人も言ってたみたいなのは出てきます、うん、はい、うん、っていうタイプの違い、はい、自分を理解すると楽になるかもしれないよっていう、うんうん、まずは理解しましょう、はい、そうですね、はい、はい、というところでした、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。